こんにちは、カンヌです。今日もですね、オリジナルの手拭いを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、この手拭い、まあね、使い勝手のいいもんで、まあいろんなね、シーンで、場面で使っていただくことができます。でですね、まあこの頃っていうか、まあ、今4月なんですけども、これからね、5月のね、大型連休、10連休なんかになります。ね、そうなります、やっぱり山登りであったりとかね、まあ、ハイキング、ピクニックね、そういったものをね、される方がたくさんおられると思うんですけども、まあ小さいね、お子さんなんかおられる方もそうでしょうけども、まあ山登りなんかされると、ね、ちょっと座ったりとか、すぐね、手を真っ黒にして汚したりとかで洗ったりすると。で、その時に、やっぱタオルっていうのは結構かさばるんですよね。で、まあ、こういった手拭いなんかを持っていくっていうのがすごく便利やっていうことをよく聞きます。山登りなんかされる方はね、こういった手拭いですね、特に本染めなんですね、まあ、裏表で通ってますので、非常にまあ本染めなんで柔らかくて吸水性もいいっていうことで、まあ、手なんかね、拭いたりとか、ちょっと汗かいて、ね、汗拭ったりしてもすぐ乾いてしまう。まあ、タオルはね、その意味では、結構乾きが手拭いに比べると遅いですよね。そういったことで、まあ、手拭いなんかどうですかっていうことなんですけども、まあ、あと、どっか座ったりするときにもですね、こうやって手拭いをね、折って、ね、地べたにこう置いて座ることもできますし、まあ、いろんなところで使うことができます、ね、ですからね、まあ、ぜひ、まあ、タオルもね、いいでしょうけども、こういった手拭いもですね、やっぱかさばらないもんなんで、ポケットに入れといても大丈夫ですし、まあ、首にねかけても全然熱くないですから、ぜひですね、そういったものをね、手拭いを持って、山登りハイキングしてみてください。よろしくお願いいたします。